光あるところに影があり、影あるところに光がある。二つは表裏一体をなし、片方のみの存在はありえない。さりとて二つが相入れることもまた不可能なり、その因果な均衡は終わることのない衝突の輪廻によって成り立っている。切っ先に思いを乗せ交差する戦乱の舞、時に勝利し時に敗北し、白と黒の美しき陰影を描く忍びの世界とは死の美である。それは忍び学校でも同じだ。現代の忍びは忍び学校という養成機関によって育成されている。忍び学校は日本国内に数校あると言われているが、その正確な数は定かではない。学園祭、忍び学校に代々伝わる決戦である。学校の存亡をかけ忍び学生が戦う祭りが平成の世によみがえろうとしていた。学園祭というかつてない規模の戦いに多くの忍び学生が巻き込まれていく。彼女たちは戦いの果てに何を得て何を失うのか。これより始まる物語は忍び学校で日々鍛錬を重ねる戦いの奇跡。そう、それは彼女たちの生きている証である。学校を選択してくださいませんか。国立半蔵学院、
それでは本日の修行を始める。はい、キリア先生よろしくお願いします。アスカちゃん今日も元気いっぱいだね。いっしっしっし。そりゃあ朝からあんだけプルンプルンさせてれば元気も出るさ。ちょっとカツネ、何の話？あたいは見ちまったのさ。アスカが下着姿で寒風摩擦してるところをな。あら、寒風摩擦ですか。アスカさん、古風な健康法を知っているのですね。子供の頃、じっちゃんに教わったんだ。寒風摩擦をすると風邪をひかないって。いやいいもん拝ませてもらったぜ。ごちそうさまでした。もう、ガツネートラ。寒風摩擦をすれば風邪をひかないんだ。おう、だからひばりも毎朝やるといいぜ。ただしちゃんと窓を開けて下着姿でやるんだぞ。うん。それよりもっと健康になりたかったらすっぽんぽんでやってもいいぞ。カツラギ、お前も命知らずだな。俺の前でひばりに変なことを吹き込むとは。ヤギュ、刀を抜くやつがあるか。ありとあらゆるものからヒバリを守る。それほんとラブラブだね、ヤンユーちゃんとヒバリちゃんは。ラブラブ。別にそんなわけでは。さて、おしゃべりはそこまでだ。本日はデク人形を使った基礎訓練を行う。基礎訓練ですか。お前たちがいかに成長しようとも基礎をおろそかにする忍びは早死にする。忍びの世界で生き抜きたければ常に初心を忘れないことだ。忍びます。任務開始。行きます。
デク人形を全部倒したよ。アスカ、見事だ。ティリア先生、これからもアスカたちをいっぱいしごいてくださいね。ああ、そのつもりだ。あたいもそのつもりだ。可愛い後輩たちをいっぱいしごいてやるからな。はい、よろしくお願いします。よし、任せておきな。あたいのしごきは根節丁寧だぜ。手取り足取り、もみもみもみ、手取り足取り、ぷにぷにぷに。やはりその首飛ばしておくか。ヤグー、冗談だって。俺は冗談の通じない女だ。イカルが助けてくれよ。はあ、自業自得です。そんな。ヤギューちゃん、修行も終わったからウサちゃんカフェでも食べに行こうよ。何？それはつまり放課後二人きりで過ごし、甘いものを食べて甘い時間を過ごそうということか。まあそういうことかな。カツラギ、命拾いしたな。もはやお前と遊んでいる時間はない。俺が遊びたい相手はヒバリのみ。さあ。ああ、二人ともちょっと待ちなさい。まだ修練が終わってませんよ。ああ、行ってしまいましたか。ほう、助かった。しかし、たとえ首が落とされても、あたいがセクハラをやめることはないけどね。この二本の腕がもみもみできる限り。はあ、どうしてか、みんなマイペースなんでしょう。でも私、みんなのことは大好きだよ。カツネもイカルガさんもヒバリちゃんもヤニオちゃんもみんな大好き。だからみんなで立派な忍びになるため頑張るぞ。って一人でやったらバカみたい。そんなことありませんわ。ええ、みんなで頑張りましょう。はい。ひらめ